トリを飾るのはこの方しかいません。のど自慢といえば、こういう方です。そうです、そうですね。もうこの方からですね、こういう話を終わりたい。違う感覚ではないですか。頑張りますね。もうね、どうですか、バレエ君の意気込みをちょっと一つお聞きしたいんですけども、どうでしょうか。歌うんですか。はい。はい。いつも応援ありがとうございます。少しでも今は北陸大変なことになってますので、元気になっていただけるように気持ちを込めて歌いたいと思います。はい、ありがとうございます。歌は高橋先生、歌はすごい。Thank you.
選曲になるんですか。僕新入社員ですからこのスバルっていう歌は父が好きでよく聴いてたんですよ。なのでよく自分のカラオケで歌う曲です、はい、じゃあ最後に本国の皆様にメッセージお願いします。はい、本当に元日から大変なことありましたけど、自分を力士の一人として精一杯相撲を取って北陸の皆様に元気になってもらえるように精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。以上をもちまして、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 以上を